器用な真似を。一つだけではつまらなかろう。芸の安売りか。なあ、ならば見物料をもらおうか。キツネの首、それで手を打とう。行け。面白い。
弱いな。お前は大切なものを守るには諦めぬことが必要だと言った。だが悲しいかな、それは理想だ、生命。血を吐い、泥をすすりて石をかじり、いかに帝冠を退けようとも、たどり着く先は力。からのみでしか望みは叶えられぬ。ドーマン、それでもまだ真の力を抑えるか。そうか、あくまで人にこだわり、それしきの力で俺を止めようというのだが、やむを得まい。哀れだが、もう助からぬ。見ればわかろう。お前のせいだ、生命。お前はまた大切なものを守れなかった。これは人の姿にこだわり、陽子の力をすべて解放せぬゆえの結果。力なき身が招いた悲劇よ。いつ気づくかと思っていたのだがな、これに見覚えはないか。それは、お前が以前にも犯した罪の証だ。懐かしかろう。その手で命を奪った母の形見は、
これが本来の力か。これが、こんなものが俺を止めるというなら、ぬるすぎるわ。この程度では死なぬだ。ならばせめて将門の後を継がせてやろう。本望だろう。人にこだわるから貴様は弱いのだ。